皆さん、こんにちは。今回は2024年10月30日、ボートレース尼崎で起きた衝撃的な出来事について、徹底的に掘り下げていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。11レース準優勝戦での安井瑞希選手による危険な旋回行為、いわゆる殺人ターンの一件です。この事件は、単なる一瞬の判断ミスではありません。競艇界特有の選手間関係、若手女性レーサーとしての期待と重圧、そして競艇という競技が本質的に抱える構造的な問題が複雑に絡み合った結果として捉える必要があります。その日の尼崎競艇、11レース準優勝戦、秋の穏やかな日差しの下、誰もがいつも通りのレース展開を予想していました。スタート直後から序盤戦まではまさに教科書通りの展開。しかし1周2マークでの攻防は誰もが予想だにしない衝撃的な展開を見せることになります。3枠の河合萌選手が見事な腕前で内に入り、2マーク先前のポジションを確保。レース経験者なら誰もが認める完璧な位置取りでした。このまま進めば3、1、2か3、2、1での決着が確実視される展開。観客たちもそう確信していた矢先のことでした。突如として2枠の安井瑞希選手が予測不可能な動きを見せます。競艇用語でダンプと呼ばれる接触行為、これは通常のレースでも時として見られる行為ですが、今回の場合は明らかに危険性の高いものでした。この衝撃により河合選手は激しくバランスを崩し、文字通り水面に投げ出されてしまいます。さらに恐ろしいことに、この事態は単なる落水では済まない可能性をはらんでいました。後方から5枠の長嶋選手がすでに旋回体制に入っており、このまま進めば河合選手をしてしまう可能性すらあったのです。その瞬間、場内は息を呑むような緊張感に包まれました。しかしここで A1 クラスの長嶋選手の経験と冷静な判断が事態を救います。彼女は即座にレースモードを解除、とっさにレバーを離して回避行動を取ったのです。この瞬時の判断がなければ取り返しのつかない事態となっていた可能性は否定できません。このレースの真相を理解するには、表面的な展開だけでなく出走表に隠された選手間の複雑な関係性を紐解く必要があります。特に注目すべきは一枠の森谷選手と安井選手の関係です。2人は同じ岡山県支部に所属し、先輩後輩の関係にあります。競艇界では同じ支部の選手同士、特に年齢の近い選手間では普段から親密な関係を築いているケースが少なくありません。実際多くの選手が遠征先での宿泊も同じ部屋を使用し、日々の練習やエンジン調整なども協力して行っているのです。このレースではこの2人が内側のポジションを固めていました。競艇において内枠が圧倒的に有利とされる中、これは非常に重要な状況でした。さらに注目すべきはこのレースが準優勝戦だったという点です。優勝戦に進出するためには2着以内に入る必要があり、この状況下で各選手がどのような戦略を立てるかは非常に興味深い部分となります。現在の展開では安井選手が2着に入るのは困難な状況でした。そこで浮かび上がったのが3の河合を外に引き、森谷先輩を1着通過させ、自身は2着を狙うという戦略です。これは過去の SG レースでも似たような展開が見られました。例えば瓜生選手と原田選手の同期生による協力プレーなど、競艇界には見えない絆が作用する場面が少なくないのです。安井瑞希選手の競艇人生を理解するには、彼女がどのようにしてこの世界に足を踏み入れ、どのような思いで日々のレースに挑んでいるのかを知る必要があります。彼女の運動選手としての才能は驚くほど早い段階で顕在化していました。小学2年生の時、2歳上の姉が所属する陸上クラブに顔を出した際、試しに走ってみただけで練習を重ねている上級生たちを追い抜いてしまったのです。この衝撃的な出来事が彼女のアスリート人生の始まりとなりました。中学時代には中国大会で優勝、高校ではインターハイに出場と順調にキャリアを積み重ねていきます。特に 100m 走と走り幅跳びでの活躍は目覚ましく、将来を嘱望される選手として注目を集めていました。立命館大学進学後もその才能は開花し続けます。陸上部主将として
チームを全国学生選手権での総合優勝という快挙に導きました。これは単なる運動能力だけでなく、チームを率いる統率力も備えていたことを示しています。しかし、エリートアスリートの道を歩んできた安井選手にも転機が訪れます。テレビで女性競艇選手の特集を目にしたことが人生の大きな転換点となったのです。自分にもできそうという一見単純な動機から始まった競艇選手への挑戦。この決断は周囲を驚かせました。養成学校大和学校での生活は多くの生徒が厳しさに音を上げる中、安井選手にとっては充実した日々となりました。他の生徒が苦痛を感じる訓練も彼女にとっては新たな可能性への挑戦。その姿勢は周囲の生徒たちにも良い影響を与えていたといいます。競艇界における師弟関係は他のスポーツとは一線を画す特殊な絆で結ばれています。単なる技術指導の関係を超えて時として家族のようなつながりにまで発展することも珍しくありません。安井選手の師匠である寺田千恵選手は岡山支部が誇る A1 級選手です。寺田選手にとって安井選手は初めての弟子となりました。この関係は単なる先輩後輩の関係を超えた深い信頼関係に基づいています。競艇選手にとってエンジンの調整は勝敗を左右する重要な要素です。養成所で学ぶ基本的な知識だけでは実戦では太刀打ちできません。各エンジンの個性を見抜きコンディションに合わせた最適な調整を施す。この技術はまさに師匠から弟子へと受け継がれていく秘伝のようなものなのです。寺田選手は技術指導だけでなく精神面でのサポートも欠かしません。時には厳しく時には優しく若手選手の成長を見守り続けています。安井選手にとって寺田選手は目標であり超えるべき存在として常に意識する存在でした。今回の事件は競艇界に大きな波紋を投げかけることになりました。多くのファンが斡旋停止レベルとの厳しい意見を寄せ、ダンプ行為自体を重大な妨害行為として非難する声が相次ぎました。特に問題視されたのは行為の危険性です。競艇は本来スリリングではありますが、あくまでもルールの範囲内で競い合うスポーツです。選手の命を危険にさらすような行為は決して許されるものではありません。しかし同時にこの事件は競艇界が抱える構造的な問題も浮き彫りにしました。選手間の絆や支部同士の結びつき、そして何より若手選手たちが感じている重圧、これらは簡単には解決できない根の深い問題かもしれません。この事件を通じて私たちは競艇界のさまざまな側面を見つめ直す機会を得ました。スリリングな競争とセーフティの両立、選手間の絆と公平な競争の確保、そして何より若手選手の育成と安全確保、これらの課題に業界全体として向き合っていく必要があります。特に注目すべきは女性レーサーの活躍の場が広がっている現状です。かつては男性中心だった競艇界ですが、現在では女性レーサーも大きな注目を集めています。中にはアイドル的な人気を誇る選手も現れ、競艇の新しい魅力を作り出しています。しかし人気と実力の両立は容易ではありません。ファンの期待に応えながら競技者としての実力も磨いていく。その過程で時として今回のような事件も起きてしまうのかもしれません。いかがでしたでしょうか。一つの事件を通じて競艇界の複雑な人間関係や若手選手たちが抱える悩み、そして何より安全性の確保という重要なテーマについて皆様と一緒に考える機会となれば幸いです。競艇はスリリングな競争があってこその魅力です。しかしそれは決して選手の安全を脅かすものであってはなりません。今回の事件を教訓に、より安全で魅力的な競技として発展していくことを心から願っています。この動画に対するご感想や今後取り上げてほしいテーマがございましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。また動画がお役に立ちましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。